はい、どうも、コミです。さあ、今日はですね、前回のドルイドが終わりましたねっていう話。まあ、終わりましたのは言い過ぎだけどね。に、引き続いて、じゃあどうすんのっていう進化したね、スパネクをちょっと見ていきたいというふうに思ってます。これはね、ドルイドの使い方もね、含まれているので、まあ、どんな風にドルイドをね、使いこなしていったらいいのかなっていうところにも、触れてますので、ぜひ最後までご覧いただいていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、まずは見ていきましょう。合計3本またリプレイを準備してますけども、2本はね、参考になるやつ、1本は参考にならないやつを入れてます。参考にならないっていうのは、こういう風な付け方がやばいから気をつけてねっていう意味で、参考にならないやつですね。はい。で、それは何かというと、まあ、こんな感じですね。ドルイドが2体入っているヒーラー5体のスパネク編成です。ファイアボール打ち込んで、なんだっけ、モノリス、クロスボウかなのところを壊していきますよと、綺麗に対処カットが決まってますね。これだと9時方面から一気に、スパネクを流し込んでいくっていう形になるわけなんですけども、それにドルイドどう混ぜんのってところがポイントですよね。しっかりこれサイドカットもしてるのが丁寧ですね。こういうところね、やっぱね、上手い人は丁寧にカットとかするんですよね。今ここにアーチャーが1体いて、削り合ってるとかもそうですけど、こういう細かいテクニックがね、時間切れとかもしっかりと、返してくれるんですごくいいなと思うわけなんですが、真ん中ジャンプ。いいですね。ちゃんとバルーン追いバル出して、ヒーラーを守っていきながらのレイジですね。で、ここから真ん中の火力がレイジの、レイジタワーかなが発動して上がるじゃないですか。で、ここで一気に、ドルイドを出していくっていう感じになります。後ろからドルイド出していって、回復量を一気に上げていく。で、このドルイドを出して回復量を上げるっていうところがまたポイントで、ヒーラーだけだと全然持たないんですよね、真ん中。前の動画でも話したように、中央部分の消火力帯ってもうヒーラーだけじゃとても追いつかないんですけど、ここにドルイドを加えることによって、ドルイドがしっかりね、連鎖回復、しかもレイジに乗っかった状態でスパネクを回復させるんで、これが生き残ってるんですね。わかりますかね、ここにちょっと残ってるの。まあ、アーチャークイーン隠れちゃってるけど。で、これのおかげで、こっから先の伸びが変わるわけですよ。はい。しっかりタウンホールを撃破し終わった後に、まだスパネクがいるっていうことが重要。これね。これ、ここなんですよね。はい。なので、こいつらが中心部分タゲ取っている間に、横からロイヤルチャンピオンがこう刺してきてるわけですね。ここにいるわけですけど、こいつのターゲットを真ん中で取ってくれているから、これが伸びるわけなんですね。っていうような具合で、しっかりとね、真ん中の回復量を一時的に上げるっていう時に、ドルイドがめちゃくちゃ効きます。で、なんでドルイドがいいのかっていうと、まあ当然、ホーミング食らわないからなんですね。最短距離でドルイドを突っ込ませることが、できて、足も速いし、ホーミング食らわないんで、回復の遅れがないっていうところがまず大きい。に加えて、ドルイドって言ったように、こう連鎖回復するじゃないですか。で、連鎖数が減っちゃっても、連鎖回復自体の機能としては、しっかり効いてるので、ヒーラーは、その束になってるところは回復するけど、それとちょっと離れてる部分の回復まではしてくんないですよね。だけど、ドルイドはそれをしてくれるっていう点においてすごく優秀っていうのが言えますね。なんで、まあ中央部分でこう一時的に回復量を上げるっていう使い方が、今、カンクラの中ではだいぶ流行っていて、これもそうなんですよね。同じように一時的な回復量アップっていうのは上手にやっているリープですね。やっぱり真ん中の火力がね、やっぱ高くて一気にユニットを焼き切るっていうね、格好の配置が増えてきてるので、まあそれに対応する上ではこのテクニックっていうのはすごく万能性のあるやり方じゃないかな。結構スパネク使ってる人多いと思うしね。で、これは思いっきりテスラにファイアボールが行きましたね。行っちゃったんで、ちょっとこれはやばいぞということで、ここからレイジを焚いて、無理やりグランドボーデンで、投石機を殴り寄っていきますね。はい。このカットは多分やった方が良かったと思います。すごくいい判断ですね。奥にある防衛を壊しておいて、スパネクが取れないように、または横打ちされないようにしてから、出していくという形ですね。で、レイジジェム、レイジの、呪文2枚持っている状態。キングに関してはブーストボールですね。まあ、鉄板の装備になっていると思うんですけども、このパターンでやっていきますと。で、ドルイドやっぱ2体どこで出していくのってところはちょっとね、ぜひ見ておいてください。まだまだ出しません。もう少しね、火力が集中するところまで待ちます。はい。当然この辺ですね、このクラン城の中心としたあたりの火力がバカ高くなるんで、ここまで我慢します。しっかりとね。我慢。アイスゴーレムで序盤は、防衛固めながら我慢していって、で、終盤一気に追い上げていくと。で、キングを中央に入れる代わりに、逆サイドは10日弊社クイーンで、削りをこんな感じで入れていきます。で、ロイヤルチャンピオンこれ早々出しましたね。ちょっとこれ僕早かったかなと思ったんだけど、ユニットが真ん中に入っていく前にこう出しちゃってるのは少しね、ロイちゃんの仕事を、低下させちゃう気がしたんですが、まあまあその代わり削りは効いてるのでね、まあここの、長弾大砲とか、
マルチアーチタワーが、インフェルノがある、この領域ですね。ここを、ネクロマンサーを進ませていこうっていう意図がはっきりしますね。まあ、こういったカットっていう意味では良かったのかな。ただ、まあ、これでオイちゃん失っちゃったのは、ちょっと僕的には、後半大丈夫かなと思ったポイントではあったんですけどね。はい。で、ここでクエイクの呪文を落としていきながら、クエイクブーツも使って一気に壁をね、開けてタウンホールまでの道を作っていきます。アーチャークイーンが逆サイドから効いてきているので、スパネクとキングたちはしっかりタウンホールにね、向かっていくという格好を作ってますね。まあ、タウンホールで取っちゃえば、そこから先後ろ側の火力も全然ないんで、まあ、だからかな、ロイちゃんもこっち早めに使ってカットに使っちゃったのかな。そういう考えでいくと、これ多分ナイス判断っても言えますね。下にここの防衛が残っていると、横からの横打ちをこう受けちゃう。で、真ん中に入ってたとしても、両側からの横打ちをこう食らっちゃうので、そうしないようにしっかりとここの部分をカットしておいて、ルートを限定して横打ちが食らわないゾーンをネクロ通していったっていう風に考えれるかもしれない。あー、ちょっとごめん。しまった、ドルイド。ドルイド喋るのは忘れてた。ドルイド、今皆さん見てもらえたかな。ドルイド。超高火力帯でドルイドを出していたんですけど、そこに触れてなかった。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。まあでも、まあそんな感じなんですよ。ごめん。そんな感じって言っちゃ悪いけど、そんな感じで使います。はい。で、高火力帯にきっちりね、ドルイドを合わせることによって、こう、スパネクがね、最後まで生き残るっていう、これがすごく重要な、ポイントです。はい。それはね、ぜひ気をつけながら使ってもらえたらな、というところなんですけども、もう一個ちょっとね、僕のこのアタック、失敗リップも見てください。間違えた、これじゃないわ。これじゃない、これじゃない。ごめんね、これは前回見てもらったやつだ。失敗リップではない。まあ、失敗リップっていうか、まあ、前回にはなってるんだけど、まあ、これをね、やっちゃいけないよっていうリップですね。ドルイドだったらやってもよかったんだけど、ドルイドじゃない場合、これやんない方がいいよっていうアタックだっていうふうに理解してくださいね。ちょっとね、そこをね、いろいろ複雑なこと言って申し訳ないんだけど、ドルイドがいるんだったらいいんですよ。でも、ドルイドがいない状態でこれやっちゃダメっていうのがあります。これはね、マジで覚えておいてもらいたい。本当にドルイドを使ったスパネクだったりの攻め方に慣れてる人は、陥りがちな罠で、まあ、実際に僕もこれ陥ってるんですよ、すでにね。陥っていて、3戦目か4戦目で、自分の考え方も修正できたから、まあ、その後全部全開に一応なってはいるんですけど、これ修正できてなかったら本当怖いなって思うポイントでした。うん。なんで、ぜひね、これ皆さんにも共有したいなと思って動画化しておるわけなんですが、この辺はね、別に普通ですね。ファイアボールをしっかり狙い通り打ち込んで、ど真ん中壊してあげて、削りを入れて。まあ、このファイアボールのね、序盤のオデヒーパートがだいぶ大きなバリュー取れてるんで、まあ、そんな問題にならなかったんですけど、壁を開けて、スパネクを入れていきますよね。で、こっち上サイドですね、アーチャークイーン、速攻で能力発動してヒーラー呼び出して、盤石のね、体勢を作ってあげて、壁外を歩かせると。キングは中ですね。はい。で、ここね、まあ、ウォールバースター出してタンホール取り行こうとします。まあ、取り行けなかったんです。まあ、取れなかったんですけど、まあ、それがね、僕が言いたいことではなくて、この後来るこのロイちゃんです。これがね、最悪なんです。これが最悪。これね、本当にやんない方がいいっす。今までドルイドだったら、ロイちゃんとかにこうね、連鎖回復が入って、しっかり、ロイちゃんを生き残らすことができたんですけど、それが効かなくなった、現在の状況においては、乱戦にロイちゃんを入れちゃうと、ワンチャン回復されずにそのままやられるんですね。こんな感じ。マルチアーチャータワーの攻撃がガンガンロイちゃんに入ってると、ヒーラーの回復ターゲットはスパネクなんですよ。スパネクの方がコストが高いから。こんな感じで能力発動しちゃって、あっという間に爆弾食らってやられました。はい。これは地獄ですね。ほとんど何の仕事もしない。何の仕事もしないんですよ。スパネクを使う場合っていうのは、スパネクのユニットコストは、スパボーラもそうだけど、40あるってことを本当念頭に置かないとまずいです。ヒーローは25計算なので、スパネクだったり、スーパーボーラにヒーラーのターゲットがいっちゃうんですね。で、さっき言ったように、ドルイドだったら連鎖回復をするんで、まあ、その連鎖対象が、ロイちゃんとかに行ってくれれば回復するんですけど、基本的にスパネクとロイちゃんって、同じとこにいるわけではないので、だいたいロイちゃんでの回復がなくなって、そのままやられちゃうっていうパターンに陥るんですね。なんで、今回みたいなロイちゃんの混戦へ投入しちゃうような白兵戦にね、ロイちゃん投入する使い方はマジで NG です。これドルイド使ってる期間が長かった人は本当に陥りがしな罠だったと思うんで、気をつけてください。ヒーラーにね、ドルイドをつける形だとしても、ドルイドの数がやっぱ2体とかだと、回復するかどうか本当運任せの要素がより強くなるんでね、気をつけて、やってもらえたらなというふうに思いますので、最後にね、まあ、細かいチップスですけど、お話をしてみました。
はい、ということで今日はですね、ドルイドが使いにくくなっている状況でどんな風にね、戦術を組み立てたらいいんだろうなっていう、発想ですねをお話ししました。ヒーラー5体だけで言ってもいいんですけど、こういう風にドルイドをつけることによってね、超火力隊を持つような火力密集隊を持つような村の攻略はより簡単になる傾向があるので、まあ、そこをぜひね学んでほしいということと、あともう一個ロイヤルチャンピオンは、ドルイドを使ってた頃ドルイドで回復を担っていドルイド画家回復を担っていた環境の頃とは違ってヒーラーになっちゃうと回復ターゲットにならないことが多いので、混戦には絶対入れない方がいいですよってこの2点ですねを感じてもらえたら分かってもらえたっていうかね分かってもらえたらもうちょっとなんか偉そうな言い方だけどね、感じてもらえたらいいかなというところでございました。はい、ということで、この辺で終わると思いますがいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしてまた今日も最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画はですね、ドラゴン使いのためのテクニックということでね、ちょっとまとめたものをお届けしようと思ってます。最新のドラゴンで結構いろんなテクニックがまた生まれてきてるのでそのテクニックをね、3つ、それぞれまとめて、お届けしようと思ってるんでドラゴン使いの方またはドラゴンを使いたいと思ってる方は必見の動画になってます。ぜひご視聴よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。